梅三郎と航空体操、カタカラ体操。口の体操をしよう。食事前に行うと効果的です。まずは椅子に座ってリラックスするです。お腹に手を当ててゆっくり深呼吸。鼻から吸って口から吐こう。長く息を吐くようにしよう。深呼吸をしよう。せーの、吸って吐いて。次はゆっくりと大きく首を動かそう。首の筋肉が凝り固まっていると食べ物が飲み込みづらくなる原因になるよ。首のストレッチをして食べる準備をしよう。頭をゆっくり前に倒し、首の後ろ側を伸ばすよ。はい、ゆっくりと戻すでし。頭をゆっくり右に倒し、首の左側を伸ばすよ。はい、ゆっくり戻すでし。頭をゆっくり左に倒し、首の右側を伸ばすよ。はい、ゆっくり戻すでし。頭をゆっくりと後ろに倒し、首の前側を伸ばすよ。はい、ゆっくりと戻すでし。頭をゆっくりと回そう。右から。もう一回。反対も同じように頭をゆっくりと回そう。はい、左から。発音の練習をしよう。パ、タ、カ、ラと発音することで唇や舌を動かす運動になるよ。最初はパの発音。パの発音は食べ物を口からこぼさないよう唇を締めるために働く筋肉を使うよ。唇をしっかり締めてから発音しよう。7回パッと言おう。せーの、パッ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 。次はタ。タは食べ物を押しつぶして飲み込むときに働く筋肉を使うよ。舌を上顎にくっつけて発音しよう。7回タと言おう。せーの、タタタタタタタ。次はカ。カは食べ物を飲み込むときに誤って気管に入らないよう喉の奥を閉じるために働く筋肉を使うよ。喉の奥を閉じて発音しよう。7回カッと言おう。
次はラ。ラは食べ物を飲み込みやすくまとめるときに働く筋肉を使うよ。舌を丸めて舌の先を上顎の前歯の裏につけて発音しよう。7回ラと言おう。せーの、ラララ、ラララララ。次は文章を読んでみよう。1文字ずつでも効果はあるけど、文章で意識することでさらに様々な筋肉が使えるよ。最初はパンダの宝物。さあ一緒に3回読んでみよう。せーの、パンダの宝物、パンダの宝物、パンダの宝物。次の言葉はタヌキが楽しくタンバリンを叩いた。ちょっと長いけど頑張ってみよう。せーの、タヌキが楽しくタンバリンを叩いた。タヌキが楽しくタンバリンを叩いた。タヌキが楽しくタンバリンを叩いた。最後はカラスがカーカーかきくけこと鳴いた。せーの、カラスがカーカーかきくけこと鳴いた。カラスがカーカーかきくけこと鳴いた。カラスがカーカーかきくけこと鳴いた。ふう、疲れた。最後にパパからの言葉を使ってふるさとを歌ってみよう。歌詞はこうなるよ。早速歌ってみよう。みんなどうだった？楽しくできたかな？ご飯前にやるといいでし。僕はこれからご飯でし。みんなで楽しく口腔体操。また一緒に体操しようね。チャンネル登録お願いします。